どうも、サヌイです。サヌイです。はい、今回はですね、ザ・ファーストの 1-2、はい、二次審査東京の場面を見ていこうと思います。行きましょう。はい。新たな才能に多分出会う場面をね、見ていきましょうよ。はい。はい。同時視聴です。はい。皆さんも、ぜひ、まあ、音を出せないところもありますので、一緒に再生みたいな感じをしてくれればいいのかなと、まあ、ノーカットでいきますので一緒に楽しみましょう。はい、リアクションも見てもらえれば。そうですね、はい、さあ行くぞ。ではザ・ファースト 1-2 再生。再生。他オープニング一緒ね。飛ばす。ダメか。残りやで。東京メトロポリス。寝れなかったもん昨日。寝れないよ。全然寝れない。寝れてない。緊張がすごいよね。いやいや、その、あの、受ける側なら分かるんですけど、あの上京してきて、なんかバイトしながら今頑張ってますみたいな子やっぱめちゃくちゃいっぱいいるじゃん、うん、なんか人生の一部にこう触れてしまうと思うと結構なプレッシャーが。まあでもやっと生で見れるな。そうですよ。おー、そうなんだね。お、あー、気持ちでは負けたくないっていうのが一番あるので、そこは一番のアピールポイントかなと。うわ、レオや。レオじゃん。久しぶり見たな。めっちゃ久しぶり見たな。前のもハメの話なんだけどね、うん、レオも映ってるのか。そうね、結構ね。ねえ、なんで俺ら受けなかったんだろうな。終わってたもん。もう終わってたんだよな、それが、ね、後から気づいたって。そうなんですよ。スカイハイです。普段モデルさんとかやってるんですか？ニコクチっていうモデルを、メンズモデルやってます。どういうアーティストになるぞみたいなビジョンってあったりします？すごいなんか大きな目標になってしまうんですけど、日本で有名なことをまず1の目標にして、2の目標はその世界、そのなんかアメリカンゴッドタレントってあるじゃないですか。それにも出てみたいし、世界にも行きたいなって思います。ビッグなアーティストになりたいです。たたいしこのだびっくりしました。13歳の男の子の歌で色気をこんなに感じるとは衝撃を受けました。すごい歌声ですね。ありがとうございます。でも今ちょっと声変わり中。声変わり中で。そうだよね。背景がさ、高くトーンと出て歌が上手いっていうのが分かりやすい人っていうのはいっぱいいるけど、ローキーでここまで怪しさとか色気をすごい出せる、しかもこの年齢でっていうのは多分めちゃくちゃすごい才能だと思うので、高くないと歌がすごく素敵っていうのは間違いないと思います。かっこよかったです。難しいだろうな、声があるのと。その調子で毎日を生きていってください。今日はありがとうございます。ありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。声があるでしんどいのかな、俺あんま記憶ないんだよな。マジお願いします。そうね、なんか歌うとかね、あんまやってなかったから。東京大学から来ました、溝口大輝です。13歳です。もしこのオーディションに受かったら世界で活躍する世界で活躍するスターになりたいです。はじめまして。はじめまして。ソフトしちゃったです。お願いします。かっこいいね。ありがとうございます。いいファッションしてますね。ありがとうございます。ラップ結構マネになってるのかな。かわいいね。去年か一昨年にノベルコアさんと同じ MC 番組に出させてもらって。おおおー、すごっ、ね、すごい、はい、フリースタイルもね、なんか特技って書いてたし、はい。へー。
タイルもしっかりしてるね。うん、本当すごい。いや、すごい。うん。カレーのステップ。うん。自分の曲を用意してきたんです。あ、マジで歌ってもいいよ。アカペラですけどいいですか。どのくらいの BPM? ビートボックスやろうか。いや、え、ほんといいんすか。すげえ。あ、すごい。Yeah! 4年生の曲に書いた時の曲で、あの、すごい今の心情と合ってるんで歌わせていただきます。Yeah, yeah, yeah, yeah. まだ歩いてる虹の途中、一つ二つ山をまた越えていく。初めて出たバトルで言った、大人も子供も関係ねえ。でも分かった、関係あった。だから勝ったバトルなんていくらでもあった。使えるものは全部武器だ。ともひかぐ掴めるから粋な声変わりもしてない。この声で伝えられるものがあれば伝えに行く。タイミング、もちろんそれもあるし、おぉー、小4回。ありがとうございます。本当に？すごい。考え方すごい、小4。小4で書いたのもんね。表情とかさ、パフォーマンスの具合がすごいね。素晴らしいアーティシズムを感じました。こういうパフォーマンスをするぜ、俺こういうアーティストだぜって、すごい感じました。いや本当に緊張して、音程とか少しずれちゃったところもあったんですけど、やっぱ気持ちが大事だなと思ったので、気持ちで負けないように頑張りました。うわー、来ました来ました、マルト君、マルト君です。じゃあお願いします。はい、お願いします。東京に受けに行ってたんですね。ごめん、福岡出身。失礼します。はい、はい、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。マナト君、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにいるんだって感じ。マナト君がボーイズグループとかやってみたいと思うようなきっかけとか、はい、なんかそういうの教えてもらえたら嬉しいです。自分はもう小学6年生ぐらいの頃からずっと歌とダンスもやってきて、その高校もそういう芸能コースがあるところに行って、うんうん、もうずっとその音楽系で将来もそういうアーティストを目指したいなというのは本当にちっちゃい頃からの夢で、ソロで活動したいという気持ちもあったんですけど、こうボーイズグループダンス&ボーカルでも活動したいと思ってこのオーディションに参加させていただきました。なるほど、今回のオーディションにぴったりですね。そうですね。Everything we talk, 至ること make up, 少しでも良くするこの世界。
ヒップホップね、うん、このダンスって結構これフリースタイルだよね、今作ってんだろうな、多分違ったもんな、ありがとうございます、素敵なパフォーマンスありがとうございます、すげえな、真面目な性格ですね歌もリズムもピッチもすごい性格で、ダンスもすごいストレートで、とにかくでも歌がね本当に美しいし、バラードだけど、歌謡曲っぽくなりすぎないですか？ R&B とかも好きですか？あ、めっちゃ好きです本当に音楽が好きな人の歌だなって思ったのがすごく感動しました。かっこがいいです。ありがとうございます。かっこいいです。ダンス一つだけあれだとしたら、あのもう少し後ろで乗る余裕みたいなのがあるとかっこいいかなって、悪そうなやんちゃな雰囲気みたいなのが足されたらもっとセクシーでかっこいいかもって勝手に想像してしまうくらいパフォーマンスが素敵でした。ありがとうございます。踊ってる時にたまに見える目もすごい綺麗だったもん。オーディションの入るまでは緊張しなかったんですけど、いざこう立ってマイク持ってこう歌ってダンス踊ったりすると結構緊張感が出てきて、でもそれもなんかいい意味で背中を押してくれて、自分が思ったよりパフォーマンスができたと思います。めっちゃ見に行ったね、だから静かに見ちゃったから。どうした？めっちゃ静かだった俺。絶対そう。お久しぶりですよね。久しぶりです。正直めちゃくちゃびっくりしたんですけど、自分のビデオで。お久しぶりなんだ。ああ、ダンサーとして。記憶してます。長とかで一気に伸びたんで10センチぐらい。10センチくらい違うよね。左の子。急に大人の男性になられてて、しかもそんなイケメンになられてて、衝撃。もちろんあのフラットな状態で見せていただきますので、ひょっとしたらあの番組見てる人とかはあの過去に出演歴があったりする分、あの下駄履かせられてるんじゃないかとか見られるかもしれないですから、パフォーマンスで黙らせてあげてください。いや、アクロバティックできんの？すごい。持ち味っていうのはすごいステージに立つ人間としてすごい才能だと思うので、すごく感動しました。ありがとうございます。なんか龍太くん的にどういうアーティストになりたいぜみたいなものってありますか？前に出る人フロントマンになりたくて、やっぱ見てる人を楽しくできるような人になりたいと思ってます。確かにあなたのダンスはステージの上で人を魅了するみたいな方向の才能だと思うので、すごくあのね、楽しみです。本番に臨むとその雰囲気でテンションが上がるんですけど、息が切れやすくなったり疲れやすくて本当に緊張してました。楽しかったですでも、
張するわね。やっぱ確かに緊張しすぎたら力入りすぎる。マジ本当に無駄にっていうか疲れる。おはようございます。19歳です。僕一昨年の結構平常心みたいな感じで、ところはあるから。今いつも通りとかいかんかもしれんけどね、そういう応募してると思って応募しました。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。あの天君もこの自分の動画に出演していただいたことがあって、すごいな。実際にあの書類段階からすごいあの高い評価を集めていたのも確かなので、ハードルちょっと上げちゃいましたけど、いいパフォーマンスを見せてくれることを期待してます。はい。お前ごときが俺を語れ、笑わせるなよ遠くに去られ、俺は俺でやるからそれだけ、俺は俺でやるからそれだけ。 Yeah! アクション鳴らすとアクション、夢に値札つけるなよご飯、ヘドが出るか全てがアップ、浮かないように生きたいなら沈んでろよザク、初心者のワンダーオンリー、どこかで見たストーリー、今日かないと思うストーリー、誰かから見たら間違いない、確かに間違いない、立ち回しての差しない、さあ立ち合い、ダンスみたいな。体感すごっ。うーん、おー強いな体感が。確かに早っ。余裕があるね。うーん、おあ、すげえ。いや、すげえ。おお。素晴らしいね。すげえ。衝撃的です。当然動画送ってくれてるから、以前のラップも聞いてるし、ダンスに関しては一緒にビデオ出てるわけだから見たことがあるけれど、その頃の段階はすごくこう、パワフルに正確なダンスを踊るって感じだったけど、今日はすごくラップもダンスも抜いたところがものすごいかっこよかったのが印象的でした。緩急、止まる、跳ねるみたいなのがものすごく丁寧にコントロールされてるのがめちゃくちゃ衝撃的だったんだけれど、何か意識して取り組んだこととかはありましたか？ラップに関してはなんですけど、結構奥に入ることが多くて、自分の声が、はい、うん、口を閉じちゃうと、はい、言葉が消えちゃうんで、うん、あまり口を閉じないようにしたりとか、はい、ね、うんうんうん、ずっと力強い部分が多かったので、はいはい、そこをなんか息混じりにしたりとか、はい、ちょっとだるい風に歌ったりとかっていうのを自分で意識して、はいはい、ここはこうしよう、ここはこうしようとかやってました。素晴らしいね。それに気づいたの？気づきました。本当にあとはなんかあれだな、なんかラとかタが弱いかなとか、まあ R 言語化できるの、あのこの下の裏にベロつけるところが、ベロ短かったりする、そんなことはないよ。ベロ短いです。それかもな。ラとかタ行の子音が少し弱くなっちゃって滑舌に影響を及ぼす時はあるけど、なんか逆にカ行とかのやつとか、あの速いのでもリズム狂わないし、かといってスピードにあの翻弄されてグルーヴ失うわけでもないし、あのすごく素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございます。あのね、2月27日はあの開けておいてください。はい、きっと声をかけることになると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。もうちょっとこれ、まあ同じような世代で同じような夢を持って同じ場所に集まっているっていう環境は爆発的な成長が生まれ得る場所でもあるので、やっぱり未経験の子でも可能性が少しでもあるのならば見たいなと思っていますので、まあ、ダンス未経験とか歌未経験とか未経験のこれそういう子もさん自身さんには多くはないけど残ると思います。いいんじゃない。へえ。お願いします。その子これ、そう、ジノン君。そうなんだ、ジノン君は。そうなの。そうだよ、未経験使えないです。
ジョン君歌ったダンスは学生でそうですね、習ったことは特にないです。なるほど。へぇ、池田ジョンです。22歳、東京都出身です。僕は今大学4年で、会社の内定を一応もらっている状態でこのオーディションを受けています。本当に最後だっていう気持ちで全力で取り組むのでよろしくお願いいたします。まあ、髪も落ち着いてるもんな、まあ、多分就職泣いて、あーダメだって。もうあれやん、中島美嘉さんだから。元気やな、確かに。そう、泣けちゃうくらい風が冷たくなって。でもこれ聞くとあれだね、日誌みたいな。うん、そうね、確かに。どうすら疲れたのね、うん、グループの人の声に似てるわ。君の近づけば季節高っ。高いな。ジノン君できないんじゃない？緊張しないから、なかなか挑戦しづらいでしょ。すごいね、力が抜けて、これの未経験っていうレベルじゃないけどな。確かに。こんだけ上手くて高くて、ね、地声からミックスボイスの切り替えみたいな。そうですね、なんかちょっと自分ではよくわかんないんですけど、練習してたらなんかそうなってきちゃいました。そうなってきちゃった。はい。最初雪の花のイントロを聞いた時は選曲を間違えてしまったのかもしれないです。いや、だからそのこれがしてないことか今なの。あのこれがしてないけど歌うまい子とかもいるからと思って女性キーで、まあ、低いのもあってと思って雪の花入れてたんだけど、あ、しまったと思ったらまさかあのね、しかもその一番ハイキーのところにクライマックスを持っていく感じとかを力全然入れないで歌ってるのはすごい歌の才能だなと思いました。ありがとうございます。しましたし、びっくりしました。本当に大好きなのでいてびっくりして、でもその中でもまあ自分の中では出し切れた方かなって思います。いい声な。え、これでも難航するぞ。おお、才能を見つけてしまった、まあ東京会ですよね。ね。まあジュロン君もいたし、ジュロン君もマラト君もいたし、すごいな。うん。でもやっぱあれだね、やっぱ今のジュノン君とやっぱ、うん、今の見たけど、うん、前のジュノン君だなって感じがする。うん、やっぱ成長してんだろうね、うん、やっぱ今、うん、デビューして、うん、するまでの間も多分すごい多分進化していくんだろうけど、はい、うん、楽しみだな、ね、過程が見れるっていうのが確かに、うん、すげえわ。すごいですね、元からすごいのもあるけどさ、うん、マナト君もやっぱそれなりにっていうかもう進化してアーティストになってるわけだから、うん、そうだね、掴んでるわけだからさ、うん、何をきっかけに変わったのかも楽しみですね。うん、はい、ザ・ファーストの1の2終わったので次2の1でお会いしましょう。じゃあね。じゃあねー。